与田剛の目、13日ヤクルト4、五中日、神宮。中日はビジターでの連敗を13で止めた。4対2の8回には、前夜の試合で同点の場面で登板してさよなら負けを喫した松山が、同じ先頭打者の長岡に右前出されると、3連打で1点差に追い上げられなおも無視1、2塁のピンチに。ここでマウンドに上がった藤島が後続を断った。 記者席から見守った本誌評論家の与田剛さんは連夜、失点した松山について、フォークのオチが悪くなっている。そこでまっすぐを際どいコースに投げようとしているが、そういうタイプではない。まっすぐは多少甘くても力で抑えるタイプ。フォークが良くないからといってまっすぐも変えてしまうのは良くないと指摘。こんな時こそまっすぐのキレを見直した方がいいとアドバイスした。